ゆっくりがお送りする8周年実況動画。やったじゃん、バンナムやったじゃん。ガンオン8年続いたよ。ガンオン2まだですか。ループロってどうなりました。でも今は現実から目をそらして、素直に8周年喜びなよー。無理つうことがありまして、今回はデロックスガシャコンエースアニバーサリーの方で搾取されていきたいです。今回も1円も課金せずに溜め込んだただちけのみ使います。ただにはこの日のために95枚のただちけが待機しとるからね。1日1戦のハイプレイヤーなめんな。当然のように初手白枠、言うて上限100のガシャなんで、今回は上げに金図出るまで引くかんな。エールストライク金図欲しいです。俳優クマジガンのシルバーのみ物欲センサー絶賛フルパワー稼働中で、出なければ出るまで回せ業務命令字余り。字余りしてないです。そして2回目で早くも虹枠演出する過剰演出やらせかっこ悪い。ガシャなんでやらせではないです。ごめん、普通に上げ2でした。はあ、くっそうもんな、なんやこれくっそうもんな。でもわしが本当に欲しかったストライクルージュが出てないから、まだ回しますお正月だからね。ストライクフリーダムです。ルージュじゃない方ね、まだ年越してねえと。キンズストライクノワール出ました。ノーマルなストライクの方ね。じゃあこれで終了ですね。そのセリフ、そっくりそのままやたの鏡でお返しするわ。ちょっとなんでこのタイミングでその乳がんぶれネタぶっこんできたのかはわかんないんですけど。13周年やからね。8周年や言うとるやろ。なんで排入金図とか出るんだよ。わしは暁が欲しいんだよ。このゲームに暁ないです。この時点でわしの精神が完全に乳がんダムブレーカーしてしまいましたので、金図出るまで家に帰らねえかんな。このガシャ家で回してるんですけどね。気がつけば11連8回目。8周年だけにね。8周年だけにな。こいつをもっそ乗っかってきたな。エールストライク金図出ました。やったぜ。ほぼほぼ底引きしとるからね。ほぼほぼ底引きしとるからね。なんでそこ乗っかったの。つうことで今年最後のガンブムオンライン実況は年に一度のクソマップでおなじみリボコロクリスマス作戦で恒例のポケモンセンター編成でお前ら人間じゃねえしていきます。頭が岩タイプしかやらないゲームガンブムオンライン。でもせっかく新機体金図ゲットだぜ。したんでストライコとアゲツーも入れてきたよ。じゃあこれもうポケセンと何も関係ないですね。私の8周年期待が何より優先されるのだ。新期待で数字取りたいだけの実況。ただちけ80枚も溶かしたんだから、これくらいは許されるべき。エイジ通勤図は20枚で出たんだよな。だったら初動は鋼タイプのポケセン、アゲ 2W バレットで効果は抜群出してきますね。アゲ2はポケセンに出てません。ポケセンに出てる期待なんて持ってきてねえよ。アレックスとカンジムはポケセンに出てます。初動は中央からハゲ2ちゃんのまな板タイプに変形してのスーパーダッシュでスカーレット大発進。エイジ2の変形ってまな板みてえっすね。いいよね。ごめん、どういう意味です。ただ見た目クソだせえけど、初速のスピードとブースト容量はなかなかあるし、まな板特有のペラさあるんで敵に気づかれにくいかも。しかし初動敵は中央踏みに来ねえのな。これは北か南に突きてるかも。ボットエクシアさんはすまんが数の暴力で爆発試算していただきます。こいつの射撃武器はすべて敵の盾や固有文字の防御効果を無視してダメージを与えるっていうのが本気の最大の売り。覚醒系の距離減衰効果はもちろん、ガード耐性やバリア、ビムコやナノラミネートの効果も無視するやべえ性能。つまり各キュベやダブルオー、赤マンサー相手にはめちゃめちゃ有利。そんなことよりこれあっさり Z 突できてまうんですけど、いいんですか。キュベは完全に初動南突全力なんで、小田も中央突っとるなこれ。だったら南はわし一人独占、エイジの60分やぞすまんな。完全なる貸し切り突状態、これが年1マップの古参勢優遇。しかしここでアゲ2の致命的欠点であるリロードの遅さが露呈してしまってますね。さらに火力自体もコストの割に普通なんで、壊れかと聞かれると決してそうでもない機体。あと防御面も、
常時 DP15% カットはあるものの他の防御モジュはなし。DG レベルも1で非常に脆い印象。ウィンドッツ系の武器当てると火ダメし DP カットがつくけど、相変わらずの効果時間 2.5 秒で空気。もう 2.5 秒の射撃武器は意味ねえってこと気づいとるやろ？うねえ。ともかく初動えぐいほどの拠点殴り貯金できてもうたんで、2機目はデラキケ80枚エールストライクで余裕のお散歩ムーブと思ったけど、まあまあ活躍しとるな。さすがただキケ80枚とかした価値はある。エールストライクはこないだの強化で SA ビームもらえたし、赤炉誘導300のバズもあるんで、コスト相応の使いやすさ。潰しにましたけどね。潰しにましたけどね。だがこっからが本当のポケセン機体たちによる供養を散歩プレイですんで、アレックスの強化まだですか ?360 コスのガチな絶滅機体時の流れって残酷ですね。昔は硬さと腕がとの火力でブイブイはしてたんすけど、今ではただただ足遅いだけの360コス機と思わせてからのガトス原式。この D 室改良型の月がくっそ伸びるんで、バズ角決まると変な脳汁出る楽しい。一応 SAB ラインもあるんすけど、火力が大昔のまんまなんで、こいつ乗るならバズ角でガトではっちゃけた方が楽しいんよね。要するにこいつ乗るくらいなら340コスでもっと高性能な機体いっぱいあるってこと。それこそエールストライクやスガンダムなんかの方が全然強いからね。お前は時代遅れなんだよフルクロス。あれスーツ乗ってるやつが言っていいセリフじゃないよね。そうやっぱ月だと判定点だから全然当たんねえは。まずよろけからの踏み込みの深さでワンチャンあるかもない。だったら銀図鑑ジムちゃんが奴ら秒読みに入ってます。間に合いません強行します。こっちも盛んですら全く見ない子三帝子好き。とはいえ220個押すながらタンマシ持てるんで、今でも乗れるっちゃ乗れる。でもグレイズの方が強い。グレイズのタンマシは頭おかしいかんね。最新380機の第6バトスと同じ火力とか完全に設定ミスやろ。ただカンジムの方がコスト20低いし、格闘動作が素直で当てやすい回転切りなんで、そこまで悪くもないと思う。何より店売りしてるんで、入手手段が格段にイージーなのも良い点。ただこいつ乗るならネモやモルコまでいいよね。自動専用機ってとこも使いにくいところ。そして幻のマクトザクに倒される聖夜の奇跡。敵ながらこういうマイナー機見るとテンション上がるね。試合も後半なんで、そろそろ今回のメイン機上げつーちゃんの肝心の MS 戦能力をどやってこうぜ。可変機なんで高所ポジ取れるの森天。そして基本はこのツインドッツライフル H 型でこすってくのが正しい乗り方だと思う。最新380コスとは思えない地味なバトルスタイル。なんせ打たれ弱いんで、ちょっと無理すると簡単に落ちる虚弱体質。覚醒キュベやアカマンサ、ダブルオート一体一部のメタ機体には強いけど、他の機体相手だと普通に辛いよ。あと味方お願いします。もうわし生命の危機ですんで一旦帰ります。いじりすぎてオバヒしとるヌーブの図。ただおおむね壊れでもなく弱すぎもしないんで、ガンオン運営にしては非常にいいバランスの新機体じゃないすかね。ちょうどこんな感じの3含みなじゃんけん構造になって、高コス帯のバランスが取れてると思うんすよね。エイジ2がダメージ減衰持ちの覚醒キュベに対して強い反面、プロビデンスの無限ブースト回避には対抗できないイメージ。ただこれも厳密な3仕組みではないんで、有利不利の度合いはまだがばい部分もあるとは思いますけどね。とりまエイジ2は耐久面が現状つらめなんで、この辺はもう少し強化欲しいところ。 DG15% カットあるんだから、ダメも常時 15% カットでよくない。くっそハイエナ間に合わんかったぜ。レイム 3W オーバリアイマスぜ。もう二度とガードできないね。正体表したね。ははこれがアゲニちゃんのガード貫通力よ。これ何が強いって、本体はもちろん貫通したガードの方にも同じダメ入るのがエグいよね。あ、ちょラグったんですけどセーフ。つまりミリ残りで逃がしても相手は盾やバリア壊れた状態になるんで、
味方がえなってくれる確率が高いんすよね。そんなことより問題の覚醒キュベいますよ。今こそ上げ2の本領発揮チャンス。任せろお前さんの肩パッド工場は本日をもって閉鎖だ。アチョロックお前じゃない後ろのキュベイケキュッソワー。機体性能にパイロットが追いついてないいつもの。なんやかんやで敵の中央割れての自由行動タイムは首都艦ジムさんの今年最後の思い出作らせてください。今回初めて銀図艦ジム乗ったやつが申しております。ね、第6形態。残念、第6形態ちゃんは格闘にはスーパーアーマーでした。おいやー、インチキじゃねえかよ。勝ちました。徹底的に行くんだ。つうことで今年最後の実況も格差マッチ。これが8年続いたゲームの末路。ブッソダルオーをトップ取っちゃいました。ガンオン最高。完全に初動突成功した試合厳選した結果です。編集って怖いね。ただ召喚出荷はやめてください。中身少佐キープ勢やぞ。ともかくエイジ2は防御面さえ改善すればかなり良くなりそうな雰囲気。コンテナん中レンタルだらけやないかい。レンタルでも特性値上げれるようなりましたんで。では皆さんお疲れ様でした。来週は年末年始なんでメンテなしなんすけど、1月1日からお正月課金アイテム販売あります。5500円でハロチケ入ってる福袋と毎月恒例のマンスリーパックが1日の金曜に販売開始。無課金の皆さんにはお正月にただチケもらえるアクティビティも来るみたいなんで、年明けてもガンオンやってください。原神には絶対行くなよ。アルベドガチャ回しまくれ。そういったことで今年もガンオン実況をご覧いただきありがとうございました。来年もやりますんでどうぞよろしく。つうことで良いお年を。